見応え満点の興奮の後輩とに今日も湧き上がりました。中日スポーツ庁第46回の竹島弁天杯開催3日目の攻防はいよいよ最終ファイトを迎えています。高額版インドリから闘争一気に押し切るか、ファンの期待は中口博隆に集まります。白グレーサー、こちらもオール船券、貢献モードで飛ばしている磯部誠、堀本優也は3戦目以外は船券貢献、昨日の転覆アクシデント以外はオール2連帯が坂本博人、宮下も2走目以外は船券貢献、そして昨日からは2、3ときて序盤戦の劣勢が嘘のようになってきたのが野中一平です。非常にスタート自慢も揃うこの競争、4号艇の宮下から3車が下がる体勢であります。外にはぶち込んでくるタイプですが、磯部に野中、高額番から陰線、ファンの期待に応える力強い走りを披露したい中口、終盤は東の追い風であります。背中をちょっぴり押されるか、1番、2番、3番、4番、5番、6番です。3日目の最終カードの順位です。スタートしました。6号艇の中がトップタイミング、3号艇ショット警戒、1号艇中口抵抗十分、中口がコーナー先手、3号艇の坂本まくり出して、これ2号艇クロット抵抗、2人が流れ、5号艇狭間を切り込んだ、5号艇の磯部が好旋回の2着で、では2号艇堀本を踏ん張っている、左右からスルスルっと6号艇の野中一平、コーナー先に回してくれた6号艇野中、5号艇の磯部、これは回さないと思い切る磯部強襲、しかし3号艇切り込んだ、坂本に展開巡ってターンが行くように流れた5号艇の磯部でありますが、踏ん張っている5号艇の磯部誠であります。3号艇坂本、うまく展開をすくい込む2マーク好旋回、6号艇野中一平、ガンガン攻め込む、思い切る強襲一気、波のないところ回した、3号艇逆波に乗っている3号艇の坂本、胴体まで書いた6号艇の野中一平であります。インコースは3号艇の坂本博人、アウト6号艇野中一平を定段からは中口磯部の2人で3着当たり、ガン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 回してくる6号艇野中、おまける波のないところ回しているが、3号艇坂本こらえてくるりっとボートを回した、ここで4号艇の宮下元次までも絡んでくる勢いから、3着当たりは坂本か宮下、インコース野中アウト、4号艇の宮下コーナー先手、3番6番あたりが叩き合うが、野中にとっては壁ができて、3号艇の坂本が3着競りからは優勢、1番5番3番が上位を形成であります。力強くここはファンの期待に応える1号艇の中口博隆、5号艇の磯部が2番手、3番手争い、3号艇の坂本優位に運んだ、野中とさらには宮下あたりは叩き合いまして、坂本が優勢、先頭1番の中口五輪、2着で5番の磯部、3着3番坂本、4番宮下、6番の野中、そして2番の堀本五輪。